パパ、出番でしょ？家族で旅行中、高速道路で起きた大規模な交通事故。それに動けず見つめるしかなかった俺に、息子がそう訴えてきた。パパならわかる。パパならできるはずだよね。俺を信じてくれる息子の言葉。しかし、俺は脳裏によみがえるトラウマのせいで、すぐに動けずにいた。そんな俺の背中を押してくれたのは妻だった。素直になったらいいわ。あなたがしたいようにすればいいじゃない。微笑みながら言われた言葉に、俺は車を飛び出した。そして、痛みに苦しむ彼らのもとに向かい、かつての経験を生かして応急処置をしていく。全部あなたが？一体何者？遅れて駆けつけた美人救急医は目を見開いていた。俺は山岡邦一、40歳のしがない会社員だ。俺には同い年の優しい妻と11歳の遊び盛りの息子がいる。昔は仕事が忙しすぎて家族に構ってあげられず、寂しい思いをさせてしまうこともあった。なかなか家に帰れず、泊まり込みで働くことも多々あった。パパ、また行っちゃうの？ごめんな。父親なのに、それらしいこともできないことも多かった。後ろ髪を引かれる思いもたくさんしたものである。そんな俺だが、一昨年から家族のために時間をたくさん使うことができるようになった。今はパパといっぱい遊べるから嬉しいな。息子のコウキはそう言って大喜びしていた。これであなたも落ち着けるわね。妻のミキも喜んでくれ、俺の選択は間違っていなかったと思うことができた。それからは今まで作れなかった家族の思い出をたくさん作ってきた。一緒に買い物に行ったり、公園で遊んだり、そんな普通で穏やかな生活を送れるようになった。パパ、あのね。毎日学校での出来事を話してくれる息子。以前まではそんな時間も取れなかったが、笑顔で話す後期の顔を見て幸せを感じることができた。ミキもそんな様子を穏やかに微笑みながら見ていた。仕事には慣れたか？40という年齢で経験もない俺を受け入れてくれた会社にも感謝している。特に上司は俺のことを気にかけてくれ、丁寧に仕事を教えてくれた。さすがに慣れましたよ。そうか、それならよかったが、まだまだこれからという感じだな。その言葉に俺は苦笑した。彼のいいところはきちんと評価し、時には厳しい言葉もくれる。そのため、俺は確実に成長することができていた。とはいえ、まだ君は俺よりも若い。これからに期待しているぞ。はい。その言葉に俺はしっかりとうなずく。上司の期待にも応えたいし、周りの足を引っ張りたくない。そのため頑張ろうと決意した。とはいえ、今までの経験が活かせない仕事はなかなか疲れる。お疲れ様、あなた。パパお帰り。もっとも家に帰れば愛しい家族が出迎えてくれるので、その疲れも吹っ飛んでくれるのだが、はあ、またか。幸せな日々を過ごしていた俺だが、一つだけ悩みがある。少し前から繰り返し悪夢を見るのだ。その悪夢では、横転した車が燃え、地面に倒れた。泣き叫ぶ子供や、もう叫ぶことができなくなった人が目の前にいるという凄惨な光景。しかし、自分自身は身動き一つ取れず、ただ見ていることしかできない。人々が俺に助けを求めるが、やはり手足さえ動かせない、というものだ。参ったな。ある休日、俺は昼食を食べた後、思わず食卓で頭を抱えていた。正直悪夢のせいで寝不足になり、食欲も落ちている状態なのだ。パパどうしたの？コウキはそんな俺の様子が気になったのか、心配そうにそう聞いてきた。俺はそんな息子に心配をかけまいと、笑顔で答える。大丈夫。ちょっと寝不足なだけだよ。そうごまかしながら、コウキの頭を撫でる。その様子を、ミキが心配そうに見ていた。
ごちそうさま。俺、宿題してくるね。ああ、パパたちはまだここにいるから、困ったことがあったら聞きにおいで。うん。食事を終えた後期は宿題をやりに自室へ。後期は真面目だな。そんな思いで後期を見送る。あなた、本当に大丈夫？またあの夢を見たの？それを見計らったミキが、俺にそう声をかけた。俺はそれを肯定し、ため息をつく。俺が悪夢に悩まされていることは、ミキも知っている。だから、今もこうして俺のことを気にかけてくれているのだ。はい、まだお昼だけど。再び頭を抱えた俺に、ミキは缶ビールとつまみを出した。悪夢のことなんか忘れてしまえというミキなりの配慮だろう。それに俺は礼を言い、夫婦で昼間から乾杯した。少しして、俺たちの和気あいあいとした空気につられ、宿題を終えた後期が顔を出す。パパとママ楽しそうでずるい。俺も混ぜて。ふふ、ああ、おいで。じゃあ、後期のジュースも出すわね。やったー。喜ぶ息子の姿に、ミキと顔を見合わせて笑った。この時間がたまらなく愛おしかった。それからしばらくして、俺は年末年始休みに入る。予定は両実家への挨拶と墓参りくらいしかない。しかし、それが後期の提案で変わった。あのさ、友達がテーマパークに行くんだって。後期の話によると、学校の友達から遊びに行く予定を聞いたらしい。最近新しくできた大きなテーマパークがあり、その友達はそこへ行くのだと自慢してきたそうだ。俺も行きたい。そうねだってくる後期。甘やかすつもりはないが。よし、じゃあ行こうか。ほんと？やった！俺は連れて行ってあげることにした。つい最近までこうやって休みに遊びに連れて行ってあげることができなかった。そのため、食材の意味も含めて、できるだけ希望を叶えてやることにしている。ありがとう、パパ。俺が後期の提案を受け入れると、彼は大喜びをしていた。そんな様子に、こちらまで嬉しくなる。俺も行くことになった。早速自慢してきた友達に、そうメッセージを送って自慢し返していた。自宅からテーマパークの方向を考えると、俺の実家への挨拶、ミキの実家への挨拶、それからミキの実家に一晩厄介になってテーマパークに向かう計画が良さそうだ。それでどうかな？ええ、私もそれでいいと思うわ。実家にも伝えておく。頼んだよ。それから毎日、あと丸日だね、とウキウキと数える後期。そんな息子の姿にこっちまで嬉しくなる。ちなみに義両親の方だが、あちらも孫が泊まるのは大歓迎らしい。俺の話もぜひ聞きたいと言っていたとミキが話していた。楽しみだな、パパとママと行けるなんて。コウキ、あんまりはしゃぎすぎると十分に明日楽しめなくなるぞ。そしてテーマパークへ向かう前の晩、ミキの実家で部屋を借りて眠る。パパ、いよいよ明日だね。よほど楽しみなのだろう。後期は夜遅くになっても眠らずに興奮している。こらこら、しっかり眠らないと明日全力で楽しめないぞ。楽しみだな。苦笑しながら眠るように促すも、後期はウキウキして眠る様子はない。とても愛おしいが、そろそろ寝てもらわないといけない。元気があるのは結構なことだが、パパはもう眠るよ。運転があるからね。俺はそう告げて目を閉じる。そうすれば、後期はやっと静かになり、俺に習って目をつぶる。やがて、穏やかな寝息が聞こえてきた。はぁ、人のこと言えないな。後期に寝ろと言ったものの、俺自身はなかなか眠れずにいた。俺は最近、眠るのが怖くなっていた。またあの夢を見るのではないか。そんな恐怖。国和、大丈夫？ああ、うん、大丈夫。ミキも休みな。俺が落ち込んでいるとミキが慰めてくれる。それでも怖いものは怖い。あの夢を定期的に見るようになってからは、寝落ちという形か
よほど疲れている時じゃないと眠れなかった。早く寝ないといけないって分かってるのに、眠ろう眠ろうと考えるほど思考がさえ無心になろうとすると夢を思い出す。やがて眠気の限界を迎えて俺は寝落ちした。最後に見た時計は午前2時過ぎを指していた。翌日、泊めてくれたミキの両親に礼を言い、車でテーマパークへ向かう。コウキは昨晩よりもさらにウキウキした様子だ。後部座席でキャーキャーと騒いでいる。コウキ、ちゃんと座りなさい。そんなコウキに時々ミキが注意をしていた。一方で、俺は信号で止まるたびに眠気覚ましのブラックコーヒーをすする。眠る気はないし、多少の眠気があっても眠らない自信はある。しかし、念には念を入れて、こうしてコーヒーを飲んでいる。あ、次の信号右だって。ああ、わかった。ミキは助手席で携帯を見てルートを確認している。彼女の話によると、今のところ渋滞情報はないそうだ。新しいテーマパークなので、休暇期間は混むかな、と考えていたが、ラッキーだった。それから高速に乗って1時間ほど経った頃、うわっ、キャッ、俺たちの目の前で事故が起きた。高級車が軽自動車に煽り運転をし、なんとか避けようとした軽自動車は制御を失ってしまった。そして複数車線を行ったり来たり、やがて大型トラックとぶつかって大惨事に。俺たちはなんとか巻き込まれずに止まることができた。後ろも間隔が空いていたので追突はない。大惨事だな。そんなことをつぶやきながら見ていると、軽自動車の助手席から女性が降りてくる。そして運転席のドアを開けて運転手の男性を車から出した。彼は頭と足に怪我をしているようだ。トラックの運転手も降りてきて、フラフラしながらお腹を押さえて軽自動車の運転手のもとへ向かう。しかしたどり着く前に倒れてしまった。軽自動車を煽った高級車はスピード制限などガン無視で走り去る。隣の車線の何台かは止まれず、玉突き事故を起こしていた。その人たちも怪我をしているように見える。その光景を見て、俺はどうしたものかと考える。パパ出番でしょ？その時、後部座席で見ていた光輝がそう叫んだ。それに俺は、え？と声を漏らした。ほら見て、誰もあの人たちを助けに行かないよ。きっと何をすればいいかわからないんだ。でもパパならわかる。パパならできるはずだよね。コウキはさらにそう言いながら、怪我をしている人々を指している。そんな息子の言葉に、一瞬ズキッと頭痛がした。同時に、例の悪夢が鮮明によみがえる。頭を振って幻覚を払ったが、フロントガラスの先の景色は、払ったはずの幻覚とうり二つ。パパ、あの人、大変だよ。コウキの叫び声で、はっと我に返った。それに、再び俺は前を見た。複数人が車の外に出ているが、数人は意識がないようにも見える。パパ！コウキが再び大声で俺を呼んだ。俺は。助けたいんでしょ？ためらう俺に、今度はミキが聞いてきた。それでも俺は動くことができない。俺には何もできないんだよ。そんなことないよ。パパはすごいんだから。コウキ。震えながら何とか絞り出した言葉、コウキはそれを強く否定した。素直になったらいいわ。あなたがしたいようにすればいいじゃない。ミキもまた微笑みながら俺の背中を押してくれる。数秒迷った末、俺は車のギアとサイドブレーキを確認して車を飛び出した。通報を頼む。その際、ミキにそう指示をして。大丈夫ですか？俺は声をかけながら軽自動車の運転手のもとへ。大腿からの出血が多く、このままでは危険だろう。あなた、しっかりして。連れの女性が必死に声をかけているが、応答は微弱だ。ここをこうして強く押さえてください。圧迫止血です。心臓より高い位置で。こうです。他の方も見に行きますので、彼の止血はあなたにお任せします。
俺は女性にそう指示を出す。最初は混乱していた彼女も少しは冷静になったのか、俺の指示に素直に従ってくれた。次に俺はトラック運転手のもとへ。大丈夫ですか？はい。外傷はないし、意識もあるようだが、苦しそうにしている。今通報しましたから、気を強く持ってください。あまり大きく動かさないでくださいね。内臓が損傷しているかもしれませんから。はい。俺の指示に弱々しく返事をしてくれる。あの、何か手伝いますか？その時、一人の男性に声をかけられた。彼は怪我をしておらず、どうやら事故には巻き込まれず済み、今まで様子を見ていたらしい。その彼にトラックの運転手を任せ、俺は次に玉突き事故の被害者のもとへ。母の意識がなくて。助手席の人が大きな衝撃を受けたらしく、運転手の男が涙目で胸骨圧迫をしている。胸骨圧迫はもっと強くしないとダメです。俺はそれにそう言いながら脈を確認。心肺停止状態だと思われ、俺が胸骨圧迫を代わった。こうやって1分間に100回くらいのペースで胸骨が折れてしまうくらい強く押してください。亡くなるより折れた方がマシです。そう指示し、しばらく俺が胸骨圧迫をする。そして数分後に運転手と交代。そのタイミングで他の人も手伝うと出てきてくれたので、時々運転手と交代して、同じように胸骨圧迫をするように指示した。この場に AED がないことを恨みつつ、俺は次の被害者のもとに向かった。しばらくそうやって対応していると、遠くからサイレンが聞こえてきた。それに俺は一安心する。そこへミキとコウキが現れた。やったわね、あなた。パパすごいかっこよかった。は、やればできるもんだな。二人は俺のことを絶賛し、思わず照れ笑いする。その時、救急隊員と医者が到着した。この規模の被害にしては、被害者の状態が良すぎるわ。その医者は美人女医で、現状に驚いていた。そして、俺に視線を向ける。周りの方から聞きました。本当に、全部あなたが？一体何者ですか？そう問われた俺は、例の悪夢の元となった過去の出来事を思い出した。俺はかつて救急隊員だった。昔から人を助けるという強い信念を持っていたのだ。父さんはたくさんの人を助けてすごいね。はは、ありがとな。まあ、俺は当然のことをしているだけだ。警察官だった父の影響かもしれない。その思いはずっと変わらず、俺は救急隊員となった。父とやり方は違えど、人を救う仕事に誇りを感じていた。今日もよろしくお願いしますね、隊長。こっちこそ頼むぞ、進次郎。後輩の大谷進次郎をはじめとして、俺たちは優秀な隊として名を馳せていた。ある日、いつものように通報があった。出るぞ。俺を隊長とする救急隊員たちが出動。高速道路での大規模な事故らしい。火事も一緒に起きているらしく、一刻も早く駆けつけなければならない。なんだ、これ、やば。現場に着くと、そこはひどいありさまだった。何人もの方が力なく倒れている。明らかに息をしておらず、うつろな目をしている。医者の判断を待たずとも、亡くなっていることは明らかな状態だ。それまで、周りから優秀だと言われ、隊長として活躍してきた自負がある。しかし、もう手遅れな現状を見て、俺の無力さを知り、立ち尽くしてしまう。横転した車は燃え、地面に倒れた。泣き叫ぶ子供や、もう叫ぶこともできなくなった人が目の前にいるという凄惨な光景。隊長、助けられる人はまだいます。急ぎましょう。ああ。進次郎の叫び声に、俺は震えながらも己を鼓舞して走った。しかし、地獄絵図と化したその場の様子におののいてしまい、救護活動に身が入らない。自身の動きや部下の指示がおろそかになり、助けられる命も助けられない。自分は無力だという思い込みが現実を悲惨なものにし、本当に無力になってしまった。
結局、助けることができたのは、泣き叫んでいた一人の子供だけ。それ以外の被害者7名は皆、亡くなってしまった。山岡率いる隊にしては珍しい。周りからはそんな風に噂され、俺はどんどん自信をなくしていった。そして、俺は耐えかねて救急隊員を辞めた。それでも妻子を支えるため、仕事をしなければならない。そこで俺は、救急隊員とは全く関係ない会社員になった。過去は忘れようと努めたが、あの事故のことがトラウマになり、悪夢となって俺を苦しめ続けていた。あなたは十分やってきたわ。いつかきっと時間が忘れさせてくれるわ。ミキがそんな俺をずっと支え続けてくれた。しかし、未だに俺は悪夢から解放されずにいる。なるほど。それでこの素晴らしい対応というわけですか。俺の回想を聞いたジョイは、感心したようにつぶやいた。素敵ですね。奥様とお子様がいらっしゃるとは、ちょっとショックです。さらにそう言って微笑まれ、俺は首をかしげた。はい？何でもないです。俺は彼女の意図を察せず聞き返すが、そう言って被害者たちの方に駆け出した。それを見送っていると、話を聞いていたミキが、俺の袖を大げさにぎゅっと掴んできた。どうした？何でもないわ。そのわけを聞くが、ミキは顔をそらしながらツンと言う。それにきっと、ミキも目の前で大事故が起きて怖かったんだな、と勝手に納得した。とりあえず、俺たちの顔をキョロキョロと見比べているコウキの頭を撫でた。やがて救護活動が終わり、被害者は救急車に運び込まれていく。それを、やれやれ、と見ていた俺のもとに、一人の救急隊員がやってきた。この度は、並々ならぬご尽力ありがとうございます、山岡隊長。そう言って感謝してくる救急隊員は、かつての俺の部下、進次郎だった。お前だったのか、進次郎。はい、俺、山岡隊長が辞めた後、隊長に任命されたんです。彼は今、隊長として、今日駆けつけた隊を率いる立場にいるらしい。山岡隊長に会えて嬉しいです。と言ってくる彼に、俺は首を横に振った。やめてくれ、進次郎。俺はもう君たちが崇めていた隊長じゃない。ただの一般会社員だよ。苦笑しながらそう否定した。そうかもしれません。でも、聞きましたよ。あなたが率先して駆け出し、皆さんに的確な指示を飛ばしていた、と。気が動転して、どうすればいいかわからなかった方々は、あなたのおかげで助かったと、口を揃えておっしゃってます。しかし、進次郎はジョイと同じようなことを言う。彼は爽やかな笑顔を浮かべている。この目で見られなかったのが残念ですが、話に聞く限り、今日のあなたは間違いなく、我々が尊敬した山岡隊長そのものですよ。そうか。俺は否定せず、彼に微笑み返した。すると、どこからか、隊長、行きますよ、と聞こえてきた。おう。進次郎はそれに返事をして立ち去る。その背中を見て、俺は偉そうにも、お前もそういう立場になったのか、と時の流れを実感した。それから、警察やレッカーも到着し、現場はきれいに片付いていく。あれ、コウキは？寝てるわ。車に戻って走れるようになるのを待っていると、後部座席からは、スースーとコウキの寝息が聞こえた。まあ、あんなことがあったんだ。巻き込まれなかったとはいえ、疲れてしまうのも当然だ。かっこよかったわよ、あなた。そんな息子を起こさないよう、ミキがそうつぶやく。俺と彼女が結婚したのは、救急隊員として現役バリバリでやっていた頃。その、現場で隊の中心になって、動くあなたに惚れました。そんな風にミキが声をかけてきたのが、出会いのきっかけだった。積極的な彼女に俺も惚れ、連絡先を交換。休みの日に会うようになり、俺たちは交際するようになった。ふふ、あのジョイさんの気持ちはわかるわ。俺は未だにジョイの気持ちを理解できていなかった。そのため、俺が首をかしげながら聞くと、秘密と返されてしまう。今回のことで、たくさんの人が救われた。
それに、あなた自身も救われたんじゃない？その代わり、彼女にそう聞かれた。その意味は、さすがに俺も理解できた。悪夢となって俺を苦しめていたあの事故は、もはやトラウマだった。俺はさっきの事故で見た光景を過去のそれと重ね、テキパキと動いて無事に収めた。過去に亡くなった人は戻らない。しかし、少なくとも俺はトラウマに臆せず、挑んで人を救ったのだ。これからはいい夢が見れそうだ。それならよかったわ。これでもう悪夢に苦しむことはなくなるかもしれない。それからいろいろとあって遅くなったが、無事にテーマパークに到着。予定より短い時間しか遊べなかったが、不思議と後期は嬉しそうだった。随分とご機嫌だな。そんなにテーマパークに来れたのが嬉しいのか？うん。テーマパークも楽しかったけど、パパのかっこいいところが見られて最高だった。俺のパパはかっこいいんだぞって友達に自慢してやるんだ。思わず尋ねると、コウキはそう自慢げに言った。思いがけない言葉に俺は照れてしまう。やめてくれよ、恥ずかしいな。ふふふ。ミキはそんな親子のやりとりを見て静かに笑っていた。その時、タタタと駆け寄ってくる音が聞こえる。あの。声をかけられ振り返ると、そこにいたのは一人の少女だった。その姿に見覚えがあり、俺は目を丸くして固まる。君は、あの時の。それは、俺のトラウマになった大事故の時、唯一助かった子供だった。彼女は俺の顔を数秒見つめたかと思うと、バッと頭を下げる。あの時は、助けてくれてありがとうございました。いや、俺は君のお母さんを。あの時、お母さんたちはもう助からなかった。でも、助けようとしてくれたから、ありがとうございました。そう言い、彼女は走り去っていく。その先にいたのは、老夫婦。老夫婦も頭を下げ、彼女の手を引いて歩き出した。パパ、どうしたの？悲しい？いや、違うんだ。俺は熱くなった目頭を押さえる。あの子にはずっと恨まれていると思った。どうして自分の家族を助けてくれなかったんだって。そんな彼女が俺にお礼を言ってくれた。祖父母に手を引かれている彼女は笑顔を浮かべていた。きっとまだ心の傷は癒えていないはず。それでも笑えるようになったのが嬉しかった。それから数日後、久しぶりに進次郎からメールが来た。山岡隊長が対応してくれたおかげで、あの事故で一人も亡くなりませんでした。その言葉にほっと胸をなでおろす。もしかしたら表彰されるかもしれないから、心の準備をしておいてくれ。そう書かれていた。実際、後日本当に表彰の案内が来た。それを俺は、人として当たり前のことをしたまで、という理由で辞退した。ちなみに、あの時逃げた高級車だが、俺の車を含めた、あの場にいた車のドライブレコーダーにより特定。運転手は若者で、飲酒していたことも発覚。逮捕されたと、ニュースで流れていた。そして、あの日の被害者のほとんどは入院を余儀なくされたが、無事に全員退院した。後遺症も軽度なもので、生活に支障はないとのこと。それで皆、山岡隊長にお礼したいって。大げさだな。俺はそんなの気にしてないのに。ある日、進次郎に、俺、この日休みなので、山岡隊長のおごりで飯に行きたいです。と、ねだられたため、俺たちは食事に来ていた。そこで、あの日の被害者たちの話を聞く。軽自動車の夫婦は、初めはリハビリが大変だったものの、女性の方の妊娠が発覚してやる気が出たらしい。妊娠中の赤ちゃんの方は、あの事故の中でも、男性がかばったことで無事だったとのこと。トラックの運転手はすでに仕事復帰して、毎日荷物を運んでいるそうだ。心肺停止状態だった母親は、一時的に車椅子生活に。しかし、せっかく助かったのだから負けてられない。とリハビリに励み、今では杖が必要だけど歩行できる状態らしい。皆さんが回復しただけで十分だ。
隊長ならそう言うと思いましたよ。そう言い、進次郎は病院経由で断ってくれたらしい。とはいえ、どうしてもお礼したいから連絡先だけでも、と断るのも大変だったとのこと。今回はそれをねぎらってほしいからおごれと言ってきたようだ。それから大きな問題もなく、平和に後期の冬休みは終わった。そして、元気に学校に向かう後期。作文の宿題に、お父さんというテーマで事故のエピソードを書いたところ、地域のコンクールで評価されて、賞状をもらったそうだ。俺ね、先生に辞退しますって言ったんだ。後期はそれに一丁前に俺の真似をして言ったらしい。でも先生にそれはダメだって言われちゃった。先生に拒否されたので仕方なく賞状をもらったと話す息子。そんな彼の頭をくしゃくしゃと撫でた。それに嬉しそうに笑う後期。あれから後期ってば、パパみたいになるってばっかり言ってるのよ。嬉しいけど、なんだか恥ずかしいな。あら、私は嬉しいわよ。大事な息子が愛しい夫を目指してるんだもの。ミキの言葉に俺は顔を赤くさせてしまう。そんな俺を見て、コウキが首をかしげていた。ねえパパ、俺もパパみたいになりたい。いろいろ教えてね。そうか。じゃあみんなを助けれるように、パパといっぱい遊んで体を鍛えようか。うん。それからしばらくして、ある日のこと。山岡くん、ちょっといいかな。はい、大丈夫です。俺は仕事中に上司に話しかけられた。何かしてしまったかと思ったが、穏やかに微笑んでいる上司の表情を見るからに、悪い話ではなさそうだ。君は前から頑張ってくれていたが、最近は目を見張るような成績だな。どうしたんだ？実は、最近よく眠れるんですよ。そのおかげで集中力が増したように感じてます。あの年末年始の休みにあった事故を経験して以来、あの悪夢を見ることがなくなった。そのおかげで睡眠に関するためらいも消え、ゆっくりと頭を休めることができるようになった。やっとあなたが悪夢から解放されて私も嬉しいわ。それを聞いたミキもとても嬉しそうにしていた。俺の言葉に上司は再び微笑みながらうなずいた。そうか、それじゃこれからの活躍に大いに期待しているよ。お任せください。上司の言葉に俺は誇らしげに返事した。すると彼は少しだけ目を見張る。しかしすぐに笑顔に戻った。それでこそ山岡くんだ。実は上司は俺が救急隊員時代に助けた一人だった。俺は覚えていなかったが、彼は俺の顔をしっかり覚えていてくれたらしい。俺が面接に来た際も、採用担当に声をかけてくれたそうだ。あの時、俺は君に助けてもらった。だから、俺も君を助けたいと思ったんだ。そう言い、いつも俺のことを気にかけてくれた。やっと彼の期待に応えられる。俺はますます励むことにした。頑張るのはいいが、適度にな。そう言い、自分のデスクに戻っていく上司。それと入れ違いになるように、同僚の女性が声をかけてきた。山岡さん、妹から話を聞きました。妹さん？あの時助けてくれたあの人のおかげで、子供のお父さんの命を救えたって話していましたよ。その言葉に頭をよぎったのは、あの軽自動車の女性。どうやら同僚の妹さんらしく、彼女から話を聞いて俺だと分かったらしい。何でも救急隊員さんに恩人への連絡を拒まれたそうなので、私も山岡さんのことを話してないです。それはありがたいです。それならよかった。妹家族を助けてくれてありがとうございます。そう言って頭を下げて自分の仕事に戻る同僚。そんな同僚を見て、あの日動くことができて本当によかったと思う。コウキとミキに感謝だな。二人の存在がなければ、俺はあの時動くことはできなかっただろう。その日、仕事を終えた俺は、二人の好きなケーキを買って帰る。そして、笑顔で俺を出迎えた二人に。あの時、俺を奮い立たせてくれてありがとう。そう息子と妻に感謝した。俺の突然の言葉に驚きながらも、
こちらこそ。と笑ってくれる二人。そんな二人のため、今日も仕事に励む。さて、仕事仕事。たくさん稼いで、今度はあそこに連れて行ってやらないとな。大切な妻子のために、俺は頑張ろうと思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。母子家庭で育ったお前みたいな貧乏人は一番最後で当たり前なんだよ。だいたい暇人のくせに4時間やそこら待てないとか心狭すぎじゃね？用事があって銀行に行った俺は、その銀行で昔俺のことをいつも見下してきていた同級生と遭遇してしまった。しかも今日の窓口担当はその元同級生だという。さらに順番の番号札を取ったにもかかわらず自分の番号を飛ばされたのだ。俺の順番はまだかとそいつに何度も声をかけたが、のらりくらりとかわされて、結局俺が呼ばれたのはそれから4時間も後のことで、もう我慢ができなかった俺がかけた電話の先を元同級生は知らない。そして彼はその後地獄のような目に遭うのだった。俺の名前は佐藤京介。俺は母一人子一人のいわゆる母子家庭で育った。俺の家が母子家庭となった理由は、俺が幼稚園の頃に父親が病気が原因で他界してしまったからだ。それまで専業主婦だった母は、父が亡くなってから生活のため、そして俺を育てるためにと就職し、バリバリのキャリアウーマンと化した。俺も家計を助けたいと思っていたが、さすがに小学生では何もできないので、その分、家事をしようと思った。お母さん、俺が料理とか洗濯をするよ、と言った時の母の顔は忘れられない。何を言っているんだこいつ、と目線が語っていた。最初は火が危ないやら、包丁が危ないからダメだ、と散々言われたけれど、俺がそれでもやるんだと言っていたら、最後は母も折れてくれ、佐藤家の家事は俺に任せてもらえることになった。と言っても、小学生の俺に家事すべてができるわけないと母も分かっていたので、まずはお風呂掃除などの掃除をメインに、料理など火や包丁を使うときは母と一緒に。小学生の間は、絶対に一人でやらないという条件で行うことになった。そうやっていくうちに、俺は料理も徐々に覚えていき、中学校に入学してからは、ついに母から料理を一人ですることも解禁され、本当に佐藤家の家事のすべてを任せられるようになった。しかし、とにかく家事の大変さが身にしみた。これを毎日やっている世の中の人を本当に尊敬すると子供ながらに痛感した思い出がある。小学生の頃からそんな生活を送っていた俺は、放課後に友達と遊ぶこともあまりなかった。遊ぶよりも母の助けになりたいと思う気持ちの方が大きかったので、遊びに誘われても断ることも多く、俺はクラスでも孤立気味だった。特に当時のクラスメイトだった金村健人はいつも俺のことをバカにしてきた。京介、ママが言ってたんだけど、お前の家って母子家庭なんだってな。うん、そうだけど、母子家庭じゃろくな人生にならないってママが言ってたぞ。とドヤ顔で言ってきたので、お前はママ呼びを直した方がいいと思う。もう俺たち小学生だよ。と言ったら、ケントが暴れ出した。それからケントは
ますます俺によく絡んでくるようになり、短い鉛筆を使っていれば、母子家庭だから新しい鉛筆も買ってもらえないんだな、と言ってくるし、着ていたセーターがたまたま少しほつれたら、新しいのも買ってもらえないのかよ、と言ってくる。鉛筆は短いと言っても中ぐらいで、まだまだ使える長さだし、セーターは少し引っ掛けてしまって、毛糸が少し飛び出た程度だった。なのに、そんなところを見つけては、ケントは俺を母子家庭だからだ、とバカにしたように言ってきていた。一応、まだ使えるし、とか、ちょっとほつれただけだよ、と言っていたのだが、はいはい、母子家庭で貧乏人だもんな、と笑われた。もはや、ケントは、母子家庭という言葉を覚えたから言いたいだけなんじゃ、と思わずにはいられなかった。そして、ケントのその態度は、中学に入ってからも変わらず、同じクラスでもないのに、廊下で会えば、よ、母子家庭の京介くん、と言ってきていた。この頃になると、俺はもう無視をするようになっていた。相手にするのも面倒だったからだ。その代わり、ケント、あんた毎回いい加減にしなさいよ、と俺の代わりに怒鳴ってくれる人が現れた。クラスメイトの河村ひとみだ。ひとみと出会ったのは、俺がスーパーで晩ご飯は何にしようかなと考えながら食材を選んでいる時、たまたま同じスーパーで買い物をしていたひとみから、京介くん?と声をかけられたのだ。俺の持っているスーパーの買い物かごの中には、野菜などの食材がたくさん入っており、対してひとみは、お菓子を買いに来ているだけだったようだ。お使い?偉いね。いや、今日の晩ご飯の食材と、常備菜でも作ろうかと思って。常備菜?聞いたこともないのか、ロボットみたいな話し方をする瞳に笑ってしまった。俺の家、母親しかいなくてさ、いつも仕事が忙しいから、家事は全部俺がやってるんだ。え?ってことは、料理も?もちろん。京介くん、すご。私なんて、何もしてないよ。まあ、それが普通だと思うよ。俺たち、まだ中学生なんだし。そう言って笑う俺に、瞳はどう反応したらいいのか、という感じで苦笑いした。こういう反応には慣れているので、まあ、俺は好きでやってるからさ、と付け足した。それから、瞳は、俺のことを何かと気にかけてくれるようになり、京介くん、私も最近料理の勉強を始めたんだ、なんて声をかけてくれるように。そしてケントから絡まれている時は、母子家庭でも京介くんは頑張ってるんだから、あんたなんかにそんな言われ方されたくないわよ。文句があるなら京介くん以上に頑張ってから言いなさい、と俺以上に怒ってくれる。その度に俺は瞳にお礼を言うのだった。家のことをやっているからといって勉強をおろそかにしていたら母親の教育が悪いなんて言われかねないので、俺は勉強もできる限り頑張っていた。それこそわからないところがあったら瞳に聞いたり、クラスメイトや先生に聞いたりもした。そんな生活を送っていると、あっという間に3年の月日が過ぎ、卒業式を迎えた。俺は瞳に呼び出され、料理も勉強も掃除も全部頑張ってる京介くんを近くで見ててすごい人だなって思った。それで私、そうやって頑張ってる京介くんのことが好きだなって思ったの。私と付き合ってもらえますか?と
まさかの告白を受けることに。俺もいつも俺のことをかばってくれて、いつも助けてくれる瞳のことが好きだった。こちらこそよろしくお願いしますと素直な気持ちを伝え、俺たちは恋人同士となった。そんな中学卒業からいろいろとあった。十数年の月日が流れ、アラサーとなっている俺は用事があって、俺自身のメインバンクである河野銀行に来ている。ちなみに俺の番号は36で、窓口の番号呼び出しの数字は33だ。あと3人くらいか。ならすぐに呼ばれるかな、と思って、俺は椅子に座って待つことにした。そして待つこと1時間が過ぎようとしている。35番の人が異様に時間がかかっているな、とは思っていたのだが、やはり銀行といえばお金のことだし、時間がかかっても仕方ないような気もしている。その間は仕事をするか、と持ってきていたノートパソコンで仕事のメールの返事したり、スマホでゲームをしたり、SNS を見たり、動画を見たりして時間を潰していた。すると、やっと35番の人が窓口から離れた。お、やっと呼ばれるか、と俺はスマホをしまい、いつ呼ばれてもいいようにと番号札を握りしめていると。順番前後いたします。番号札37番の方どうぞ。と言われ、まさかの呼び出し番号の画面も37番を表示した。え？俺はポカンとしてしまい、呼ばれた37番の人が窓口に向かっていった。もしかしたら37番の人はとても急いでたのかもしれない。だから先に呼んでくれと言ってたのかもしれないよな。うん、きっとそうだ。じゃないと番号が前後するわけないし。とりあえず自分を納得させ、俺はまた椅子に座り直した。ただ実は、俺には少し心配なことが一つある。さっき番号札を取った時に知ったのだが、俺の用事のある窓口の本日の担当者の名前が金村健人と書いてあったことだ。名前を見た時、こんな名前の元同級生がいたよなぁと思って、窓口担当の人の顔をちらりと見ると、それはまさに本人だった。思わず健人と声をかけそうになったくらいだ。健人とは中学を卒業してから会っていなかったのに、わかるくらい当時の面影がありすぎた。この銀行に就職していたのか。しかもこの支店にいるなんて予想外だった。しかし健人は当時俺のことを散々母子家庭の息子と言ってきたやつだ。俺に気づいたらまた何か言ってくるかもしれないと思って、目を合わせないようにそっとそこから離れた。窓口で対応された時も余計なことを言わずにさっさと終わらせてもらおうと思っていた。まさかとは思うが、ここまで来て俺に対して嫌がらせをと思ったけれど、さすがに卒業してからもう何十年も経つのだし、ここはケントにとって職場のはずだ。仕事でそんな嫌がらせはしないだろうと思ってはいるのだが、いまだに呼ばれる気配がない。次の38番の人が呼ばれている。しかしケントは涼しい顔をしており、何事もないように仕事を行っている。次くらい呼ばれるだろうかと考えて、俺はまたスマホを取り出した。呼ばれない。俺の番号36番が呼ばれない。窓口の番号は60番を表示している。もちろん俺も窓口に言いに行った。
自分は36番なんですが、まだ呼ばれませんか？窓口担当であるケントにそう言ってみたが、顔も上げずに。ああ、はい、次くらいに呼べると思います。順番前後してるんで。とだけしか言われなかった。いや、でも、次に呼ばれるの45番の人で。俺は36番。はい、受付番号45番の方、窓口にどうぞ。と、俺の訴えは華麗に無視された。窓口担当の人がこれでいいのだろうか、と正直思った。ケントがダメなら、と別の案内係の女性にも、自分の順番が飛ばされていると言ってみたのだが、お待ちくださいと言われてしまったり、担当にお伝えはしておきますのでと言われてしまうだけだった。他の人が対応をしてくれないんかいと心の中でツッコミを入れてしまったのは許してほしい。この時点ですでに銀行に来て2時間近くが経っているんだけどな。もうこうなったらいつ呼ばれてもいいようにここで待ち続けるしかない。そう思って俺は改めて待つ体勢に入った。仕事用のノートパソコンを開き、仕事も進めつつ窓口の様子も伺っていた。そうして銀行の窓口が終わる午後3時近く、俺がこの河野銀行に来て約4時間、結局俺の番号が呼ばれることもなく、ガタガタと音が聞こえたので窓口の方を見ると、なんと片付けが始まっていた。え？と思わず声を上げて、慌ててノートパソコンをしまい、荷物を持ってケントのいる窓口に走った。俺まだ呼ばれてないんですけど。俺が番号札を見せると、ケントは鼻で笑った。あれ、まあそうでしたか。母子家庭で貧乏人は一番最後に呼ぼうと思っていたんですが、すっかり忘れていましたね、と笑い出した。やっぱりこいつは俺だと分かってこんなことをしてきたのか。さすがに俺もムカついてしまい、何度か聞いた時も次に呼ぶって言ってただろ、と言ったのだが、次くらいには呼べると思うって言っただけで呼ぶとは言ってないだろう、とまた言ってきた。京介、母子家庭で育ったお前みたいな貧乏人は一番最後で当たり前なんだよ。今回だってどうせ大した用事じゃないんだろう。それくらい待てって話だよ。むしろそんな時間も待てないとか、お前心狭すぎじゃね？銀行だってボランティアでやってるわけじゃないんだからな。ケントのあまりの態度に驚いてしまう。俺だと知って、俺の家が母子家庭だからといって貧乏と決めつけて、4時間も待たせて謝りもしないだと？挙句、待てない俺の心が狭い。決めた。分かった。もういいよ。あ？なんだよ。今なら対応してやるぜ。でももう3時過ぎてしまったんで。明日以降にまたお願いします。と、何がそんなに面白いのか、ひたすら笑っているケント。こんなやつに窓口担当をさせているこの河野銀行にも失望した俺は、何も言わずにその場から立ち去った。そしてスマホを取り出し、一本の電話をかけたのだった。次の日、俺の家の玄関先には河野銀行の支店長が来ていた。佐藤様、この通りですので、うちの銀行の口座解約はどうかもう一度お考え直しいただけないでしょうか。いや、すみませんが、もう決めたことなので。
そこをなんとか。支店長も結構しつこく食い下がってきており、この押し問答を繰り返しているのだが、俺の気持ちは変わらないのだ。昨日俺が電話をかけた相手は、昨日言った銀行の支店長だった。そこで河野銀行の口座を解約したいことを伝えたのだ。俺はこの銀行を長年メインバンクにしていたので、支店長は絶叫にも近い叫び声を上げて、そんな、佐藤様、長年のお付き合いだったのになぜ、と嘆いていたのだが、先ほどそちらの窓口でありえない対応を受けたので、そちらはもう信用なりません、とだけ言って電話を切った。それから銀行で話を聞いたのかはわからないが、その日の夜にも支店長から連絡があり、明日の朝に話をさせてほしいと言われ、本当に支店長が家にやってきたということだ。どうやら昨日のことを全部聞いたらしい支店長は、来た時から汗が止まらないようで、何度もハンカチで汗を拭っていた。うちの窓口担当がとんでもないことをしたようで、あの金村は最近うちの支店に異動になってきたので、佐藤様のことを知らなかったようで、金村はクビにします。あの金村は実は以前にいた支店でも態度が悪いとお客様からクレームがあったり、問題を起こしていたこともあったので、あいつは本当にクビにします。ええ、もうすぐ今日即日解雇懲戒免職処分にします。金村はもう二度と佐藤様の前に現れないようにしますし、他に私たちにできることがあれば何でもさせていただきますので、どうかどうか解約だけは何とぞ何とぞ、と一気にまくし立てた支店長は今にも土下座を始める準備をしている。なので俺は冷静に返事をすることにした。玄関先で土下座なんてされたくないし、いえ、支店長が悪いわけではないんです。あなたはあの場にはいなかったわけですし、でも当の本人は謝りに来ていないことが悪いですが、誠意が感じられないんです。じゃあ金村に謝りに来させますので。いや、普通は真っ先に本人が来ません？昨日の俺に対するあの態度、他の人たちも見ていたはずですよ。銀行員としてもですけど、社会人としてもありえないと思うんですけど。それは一応本人にも同行するように言ったんですが。支店長の目線がうろうろとしている。どうせケントのことだから、俺が京介なんかに頭を下げるなんてこと絶対にするか、とか言って逃げたんだろうな。京介、名前を呼ばれ振り向くと、そこには瞳がいた。瞳とは中学を卒業してからずっと付き合っており、大学を卒業してから俺たちは同棲をしている。吉井銀行さんが京介の出した条件で預金全額受け入れてくれるって、早速手続きさせてもらいたいって言ってる。わかった、ありがとう。というわけで支店長、申し訳ないのですが、うちの預金はすべて吉井銀行さんがいい条件で受け入れてくれることになったので、やっぱりそちらの口座解約は撤回できませんね。手続きをお願いします。俺がそう言い切ると支店長もついに諦めがついたのか、うなだれとぼとぼと帰っていった。支店長、一気に20歳くらい老け込んだ気がする。もともと白髪だったからそんな気がしているだけかもしれないけど、善は急げということで、俺は早速瞳と一緒に吉井銀行に向かっていた。河野銀行の支店長には
悪いことしたかな、と俺がつぶやくと、そんなことないよ。そりゃ、一番悪いのはケントだけど、銀行側だって、それを黙認してたってことでしょ。しかも結局、ケント本人が謝りに来てないし、あいつ本当にありえないよ。中学の頃から何にも変わってないじゃん。と、瞳が俺以上にケントや昨日のことに怒ってくれていた。瞳のこういうところは本当に昔から変わらなくていいところだと思う。まあまあ、この銀行との契約は切れるし、もうこれ以上関わることはないからさ、もういいよ。京介は良くても私は良くないのよ。ケントのやつ見つけたら私が許さないんだから。と、なぜかパンチの練習をする瞳。穏やかにお願いしたいところだな。そして吉井銀行に着いたその時、目の前にいた人に俺たちは驚くことになった。ケント、なんでここに？そこにいたのはケントだった。スーツを着ているのだが、どこか汚れているように見える。ケントは俺たちの姿を見つけると、すごい勢いで近づいてきて、京介、お前のせいで、と叫び始めた。お前みたいな貧乏人がなんでうちの銀行に50億円なんて預金してたんだよ。しかもそれを別の銀行に移すってどういうことだ。いや、昨日のお前の態度が悪すぎたから銀行を移すんだよ。なんだと？だいたいお前みたいな母子家庭育ちは貧乏に決まってるだろ。その50億っていうのも悪い金なんだろう。どうせお前みたいなやつがどうやってそんな金を手に入れたんだよ。普通に綺麗な金だよ。俺今瞳と一緒に会社をしてるから、それで稼いだ金だ。切れ散らかしているケントに瞳が、あんたみたいなのは知らないだろうけど、私たちの会社すっごい売れてるんだから。ヘルプウサギって会社よ。ヘルプウサギ？最近テレビの CM でも見かける家事代行サービスの会社じゃないか。そう、その会社が俺の会社なんだよ。実は俺は瞳と一緒に会社を経営していて、それが家事代行サービスを主としている会社だ。散々言われているように、俺は母子家庭で育ち、家の家事を担当していた俺はその大変さが身に染みて分かっていた。だからこそこういう家事代行サービスの仕事を思いついて、大学を卒業してから瞳と一緒に会社を立ち上げた。その仕事が大当たりし、現在俺の預金は50億円となっていたのだ。ケント、分かった？京介はもう貧乏なんかじゃないのよ。それにあんたがそうやって京介のこと見下して、そんな態度を取ったから、あんたは銀行をクビになったの。いつまでも昔を引きずってるから、そういうことになるのよ。と、今度は瞳がケントを見下すように言った。ケントはその場で崩れ落ちたのだった。その後、俺たちは無事にメインバンクを吉井銀行に変更することができた。吉井銀行の支店長は泣いて喜んでくれ、それはもう手厚く歓迎してもらった。話をするために会議室に入れば、歓迎、佐藤京介様と垂れ幕がかかっていたし、最終的には吉井銀行の頭取がわざわざ来てくれ、当行を選んでいただきありがとうございます。私たちは一生佐藤様についていきます。と握手を交わすことに。河野銀行との対応の温度差にやけどしそうだったことをよく覚えている。一生ついていきます
なんて少し重いお言葉をもらってしまったが、吉井銀行とその支店は雰囲気も良かったし、これから吉井銀行さんとの取引が少し楽しみになった。あれから実は一度だけケントが俺の家までやってきて、これまでのことは謝る、だから俺の首をなかったことにするように支店長に言ってくれと突撃してきたのだが、いや今さら謝られても遅いからときっぱり答えてやった。ならお前の会社でいいから雇ってくれないか、俺たち同級生だっただろう、とさらに泣きついてこようとしたときに、瞳に、今さらすぎんのよこの手のひら返し野郎、二度と来るんじゃないわよ、と塩をかけられていた。そして塩を頭からかぶったケントはそのまま逃げていったのだった。その後のケントのことは噂で聞いたのだが、別の銀行に就職しようとしたが、銀行同士も横のつながりがあるのか、ありえない窓口対応をしたというのが噂となって広がっているらしく、どこの銀行も就職することができなかったようだ。そのこともあって完全に自暴自棄となり、酒に溺れるようになった。ケントには実は婚約者もいたそうだが、銀行をクビになったことで婚約者とも別れることに。その婚約者は河野銀行のお偉い役員の娘さんだったので、これで結婚していればケントも出世していたのかもしれないが、そうもいかなくなった。結局現在は地元にも帰っておらず、行方不明な状態なんだとか。自業自得とはいえ、とんでもない末路をたどることになったな、と思わず同情してしまったのだった。それからも相変わらず俺と瞳は忙しく働いていた。うちの会社ヘルプウサギでは現在、普通のご家庭の方でも気軽に使ってもらえるように、割安な金額設定でのお気軽なコースと、金額は上がるがその分お気軽コースよりもサービスを充実させているリッチなコースの2つのコースがある。その2つのコースを提供してきたのだが、ここでこの2つの中間である新しいコースを作ろうかと思っていると、瞳に提案してみた。いいんじゃないかな、それぞれのご家庭によって経済状況はいろいろだしね。それにその家庭によって望むものも違うし、むしろあなたが望むことをやりますコースとかもいいかもしれない、と瞳からの提案もあり、会社の資金に余裕がある今だからこそ新たなコースを作って新規顧客の開拓に力を入れるのもありかもと思ったのだ。そこでうちで働いてくれている従業員に対してもアンケートを取って、現場の声やお客様の声を聞いてみたりもした。 SNS でアンケートを取ってみたりもして、新たなサービスのコースを考えていると、とあるネットニュースが目に入った。ヤングケアラーたちの実情というニュースの記事だ。その名の通り、昨今のヤングケアラーの実情が書いてあり、介護だけではなく家事も行うことによってさらに時間に追われているそうだ。てっきり介護の負担だけかと思っていたのだが、そうか、家事の負担もあるんだよな。俺は母親が元気だったから介護などはしていなかったけれど、家事の大変さは小さい頃からやっていたので知っているつもりだ。でもこのヤングケアラーと呼ばれる子たちは家事に介護にと大変な毎日を過ごしているんだよな。家事だけでもあんなに毎日大変で友達と遊ぶ余裕なんてなかったな、と思い出していると、そこで俺は思いついた。
ヤングケアラーのいる家庭にも家事代行サービスを頼むことができれば、少なくとも家事の負担は減るのではないかと。金額は家庭の負担にならないように、お気軽コースよりもさらに低価格で、なんならほぼボランティアと言ってもいいくらいの特別価格に設定すれば使いやすくなるんじゃないかな。そこまで考えた俺は瞳に、こういうのはどうだろうと聞いてみた。というコースを考えたんだけど、どうだろう。すっごくいいと思う。今の社会情勢にも合ってると思うし、きっと売れるわよ。瞳からのお墨付きをもらい、俺はこのコースを新しく作る方針だということを、うちで働いてくれている従業員のみんなに聞いてみた。結果は満場一致で、全員が賛成ですと言ってくれた。若い子たちの力になれるなら、おばちゃん何でもするよ。古参社員の鈴木さんを筆頭に、若い学生さんなら勉強とか遊ぶことも仕事だよね、青春しないともったいないと、次々に頼もしい声が上がった。うちの従業員たちのパワーはすごいと改めて実感し、俺は本格的にこのコースを作ることに決めた。このヤングケアラーの家庭に対する家事代行サービスは、お手伝いコースと名前をつけて、早速うちの会社の新しいサービスとして売り出すことにした。するとこれはやはり大当たりとなり、あらゆる家庭からお願いできませんかと連絡を受けるようになった。さらにそれが話題となり、テレビや雑誌というメディア取材も来るようになって、俺たちの会社はますます依頼が殺到することになった。人手が足りなくて、俺が家事代行サービスをするために依頼者の家に行って仕事を行うことも増えた。男性のスタッフでと言われる人も少なくはないのが実情でもあるので、俺は男性スタッフという希望があれば率先して依頼主の家に行って家事代行サービスを行っていた。現場に行き仕事をすると、本当に助かります、ありがとうございますとお礼を言ってもらえることも多く、その度にこの仕事をしてよかったと満たされる気持ちになった。そうして会社の業績は右肩上がりとなっていき、男性スタッフも増え、忙しいながらも充実した日々を過ごしていた。そして今日、俺と瞳は数ヶ月ぶりのまとまった休みが取れ、二人で温泉旅行に来ている。ちなみにこの旅館はそこそこグレードが高いので、従業員の方の仕事の振る舞いなども参考にできればいいなという下心もある。何でも仕事の参考にできるものは吸収していかないとな。いいところは盗みまくって、より良いサービスを提供するのだ。実はこの仕事の忙しい合間を縫って、俺と瞳は結婚していた。お互いが大学を卒業してから長年同棲していたのだが、俺は会社の経営にいっぱいいっぱいで、瞳はそれをサポートしてくれ、お互いに仕事が忙しく、結婚のことは二の次状態だった。入籍のきっかけとなったのは、ケントとのあの一件だ。瞳は中学で出会った時から、俺がバカにされたらいつだって俺以上に怒ってくれ、かばってくれた。こんなにいい人を離してはいけないと改めて実感したのだ。瞳、今更なんだけど俺たち結婚しない？と言った俺に、瞳は笑いながら、本当に今更って感じだけど、やっぱりそう言ってもらえると嬉しい。これからも京介のことは私が守ってあげるからねと
言ってくれたのだった。確かに瞳はいつも俺のことを守ってくれた。これからは俺だって瞳のことを守っていけたらいいと思う。そうやってお互いを支え合えたらいいな。はあ、こうやってのんびりできるのも普段仕事を頑張ってるからこそよね。本当にな、瞳、いつもありがとう。京介こそいつもありがとう。お疲れ様。俺たちはそう言ってお互いをねぎらい合った。これからも会社を大きくしていけたらいいね。そうしたら京介のことを母子家庭の貧乏人とか言う人が減るのに。一番そう言ってた本人が行方不明ってオチだけどな。自業自得よ。本人が努力して出した結果に家庭環境は関係ないってことよ。そう、瞳の言う通り、人が成果を上げられるかどうかに家庭環境は関係ないのだ。それこそ俺は誰かが言っていたように、両親が揃っている普通の家庭では育っていないのだが、こうして大学も出て会社を立ち上げて会社の経営も順調な結果を残している。結局どんなことも本人の努力次第ということなのだと俺自身が実感している。努力の結果はきっと自分にいい結果を残してくれる。俺はこれからも努力を続け、瞳や会社の従業員みんなと一緒にいい結果を残していけたらいいなと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。余計なことしないで、偽善者。人通りの多い踏切を渡ろうとする車椅子の女性に手を差し伸べる俺。しかしその手を振り払い、一人で踏切を渡って去っていく。数日後、外回りから帰ってくると会社のロビーで何やら揉めている人がいた。近づいた俺はあることに気づき驚くが、彼女は言った。助けてほしい。俺の名前は清水匠。さまざまな輸入雑貨を販売する会社の営業マンをやっている。うちは中小企業だけど、それなりに顧客を抱えている。ファンシー雑貨やアクセサリー、衣料品にインテリア小物など、女性向けの商品を多く扱う会社だ。一般には小売りしていなく、店舗メインで卸す業態。店舗側から要望があれば代理輸入なども行っている。今日も新たな顧客を探し、個人経営の雑貨店を巡っているところだった。いつもより少し広い範囲で店を探すことにした。すると一軒の小さなお店を発見した。そのお店の入り口はバリアフリーになっていて、自動ドアもゆっくり開閉する仕様になっていた。店内は広々とした空間になっていて、入り口からレジまでの道順が床に矢印で記されていた。またテーブルの上には可愛らしい雑貨やアクセサリーなどが数種類販売されていた。いらっしゃいませ。若い従業員の声かけもきちんとされていて、こじんまりとしてはいるが、しっかりと運営されている印象を受けた。店の壁やテーブルの空いたスペースには SNS へのリンクを掲載し、ネットでの通販も行っているようだった。すいません、俺はレジにいる若い従業員に声をかけた。私 A 社の清水と申しますが、責任者の方ですか？俺は若い従業員に名刺を渡して聞いてみた。店長ですか？いやいや、私はアルバイトですよ。店長は今外出中です、と
返事が返ってきた。俺の名刺を受け取り、まじまじと眺める彼女。俺は店内を見渡し、一つの商品を持って再びレジに向かった。そうでしたか。ではまた後日伺わせていただきますね。と従業員に言って商品を差し出す。俺が見つけたのは、自分たちのところでも取り扱ったことがある商品だった。その商品を購入して店を後にした。ありがとうございました。元気に送り届けてくれる従業員だった。会社に戻り、購入した商品をデスクに並べる。パソコンの前には多種多様な雑貨がずらりと並んでいる。その中に先ほど買ってきたものも仲間入りした。タグに熊の子バリーと名前が付けられた熊のぬいぐるみ。俺は営業に行ってはその店で見つけた珍しいものを買うようにしていた。こうして入社して10年、俺は未だに平社員をしている。同期たちは主任や課長など役職についているのに、俺だけまだ平社員のままだった。同期からは万年平社員とバカにされている。清水、もう少し効率よくやれないのか。新しい仲間をデスクに置いてにんまりしていると、同期であり上司でもある部長が話しかけてきた。俺は俺なりにやっているつもりです。俺がそう答えると、先ほど購入してきた商品を取り上げて、こんなもん一つ売ったところで会社の利益につながんのかね。商品を手に取り、まじまじと見てくる。もっと大きなところで大量に売ってこいよな。そう言って商品を机に投げつける。ちょ、何するんですか。俺は声を荒げて商品をキャッチする。その声に部署のみんながこちらを振り向いた。ったく、同期のよしみで優しくしてやってんのに。舌打ちをして自分の机に戻っていく部長。俺は気持ちを落ち着かせるために自販機にコーヒーを買いに行った。自分でもなぜあそこまで声を出したのかわからなかった。コーヒーを買って休憩スペースに座り飲んでいると、さっきはびっくりしたぞ、お前が怒るなんてな、と、もう一人の同期で部長代理の男に声をかけられる。うるさくしてすいませんでした。俺は彼に謝ると、気にしてないよと言って俺の前の席に座る。まあ、あいつの言い分もわからんでもないからな。ですね。同期の二人は俺とは違い、大手との契約を数多く収め、それが認められて出世した。理屈は分かっているが、俺にはそれがうまくできなかった。あいつもさ、上の立場になって、未だに平野お前が気になってるんだよ。コーヒーを飲み、部長代理が話し出す。自分たちが出世しているのに、同期の俺だけ平社員のままなのを気にかけてくれているようだった。あいつも不器用なところあるからな。お前も頑張ってると思うよ、俺は。部長代理はコーヒーを飲み干すと、じゃ、席を立ち自分の席に戻っていった。俺もコーヒーを飲み干し席に戻ることにした。よく俺は優しすぎて、あまり営業向きではない性格だと言われる。お人よしで相手が困っていると助けてあげたくなる性分なので、交渉に向いていないとのこと。抱える顧客も個人店が多く、顧客数だけは社内で一番だけど、売上は営業部でも下から数えた方が早いくらいだった。顧客の要望を聞きすぎて、あまり売上が上げられないのだ。会社の後輩にも成績で抜かれ、俺は社内でも評価が低かった。俺がそんな性格なのは両親の影響が大きかった。俺の父さんも困っている人がいると放っておけない人だった。昔家族でデパートに買い物に行った時も、迷子の男の子を見つけると一緒になって探す。大丈夫だから、
すぐにママに会えるから。泣く男の子を励ましながら懸命に親を探す。母さんはまた始まったわと言いつつも父親の後をついて迷子の両親を探す。だから俺も男の子の話し相手になって不安な気持ちを飛ばしてあげていた。ある時は重たい荷物を持っているご老人の荷物を代わりに持ち運ぶ。松葉杖をついている人が歩道橋を登ろうとしていると肩を貸して降りるところまで一緒に付き添ってあげる。母さんから聞いた逸話で深く印象に残っている話がある。父さんが昔仕事で取引先に向かっている時に川で溺れている子犬を見つけると脇目も振らずに川に飛び込んで助けたんだとか。子犬を助けに向かったことで取引先には遅刻して会社からも取引先からも怒られた父さんだったが、笑顔で子犬が無事でよかったと言ったらしい。この話には続きがあって、実は助けた子犬が取引先の会長の愛犬だったらしくて、命の恩人として取引先に招かれ取引は成立。会社からも怒られたことを謝られた上に昇進が決まったっていう話が、俺は何度聞いても好きだった。そんな父さんだけど、俺が幼稚園の頃に亡くなった。会社からの帰り道、事故に巻き込まれたのだ。暴走した大型トラックが父さんの近くを歩いていた親子に向かって走っていたのに気づいた父さんは二人を突き飛ばして助けた。自分はそのトラックに轢かれて犠牲になった。二人の親子を助けた英雄なんていう新聞の見出し記事やテレビにも取り上げられたこともあった。母さんはその都度インタビュー等に応じていた。当時の俺は父さんが亡くなったことも理解できていなかった。父さんに助けられた家族も葬儀に参列して俺たち遺族に感謝を述べに来てくれた。自分の命を犠牲にして他人を助けることができるだろうか。その後、母子家庭で母さんが苦労する姿を見て育った。しかし苦労なんて気にしない母さんの口癖は、情けは人のためならず、誰かに優しくすればいつか自分に返ってくるのよ、あなたのお父さんのようにというのだった。だから自分が辛い時でも人に優しくすることを忘れないでねといつも言っていた。実際母子家庭での暮らしは楽ではなかったが、俺の家はいつも優しさであふれていた。しかしそんな優しさは女性からしてみればいい人止まりで終わってしまう。女性と付き合っても初めは優しいところが好きだと言われるのだが、結局物足りないという理由で振られてしまう。30代に突入した現在、彼女もいない。最近ではこのまま独身で人生を終えるのかなと少々不安に感じていた。母さんにもそろそろいい人見つけて結婚しなさいと聞かれるが、俺は苦笑いで返すことしかできなかった。母さんの言う通り、人に優しくしようをモットーに生きてきたが、対女性に関してだけはそれだけではダメなのかもしれないと思い始めていた。いつものように営業に行こうと会社を出ると、会社の近くの踏切で車椅子の女性を見かけた。開かずの踏切と言われるその場所は駅が近くにあるため人通りも多く、いつも混雑している。急いで踏切を渡ろうとする人に阻まれ、車椅子の女性は進みにくそうにしていた。俺の進む方向とは逆だったが、放ってはおけずに助けようとその女性に声をかけた。すると車椅子の女性は、余計なことしないでこの偽善者と叫び、俺の手を振り払う。その言葉に、しまった、余計なおせっかいだったと後悔した。今まで体の不自由な人に声をかけることをためらったことはなかった。しかし手を出されるのが嫌いな人も少なからずいることを経験して知っていたのに、そのことを失念していた。俺は反省し、車椅子の女性に謝罪した。ふん、
とそっぽを向いて会社の方へ向かう女性を見送りながら、俺は客先へと歩みを進めた。数日後、外回りから帰ってくると、会社のロビーで何やら揉めている人がいた。その人物は先日踏切で声をかけた車椅子の女性で、受付で必死な声でお願いをしていた。俺は受付のところまで駆け寄り、どうしたのか聞いてみると、何やらうちの会社で卸している商品が欲しいと言っているらしい。しかし取引実績がない、しかも初めてのお客様の対応はしかねると受付の人は断っている最中だった。実際新しい顧客の場合は、その実績や経営状況を確認した上でしか取引開始をしないのがうちの会社でのルールだった。昨今反社等の規制もあり、誓約書を交わさないと新規取引は難しいものになっている。しかし女性の必死な声を聞いて、切羽詰まった非常事態だと判断した俺は、オートスキルお人よしを発動させて、車椅子の女性の話を聞いてみることにした。女性は山崎美香と名乗り、個人の小さな店舗でネットショップを主体としたスタイルで販売していると言った。うちの会社との取引実績はなかったが、アルバイトの子から受け取った名刺を見て、とある商品を売ってほしいとダメ元で商談に来たという。俺はそれを聞いて、あの時のと思い出した。熊の子バリーちゃん。俺はデスクに置かれている熊のぬいぐるみを思い浮かべていた。そう、それ熊の子バリー。彼女が俺の言葉に反応し、おたけびをあげた。そして彼女が持っていた名刺は紛れもなく俺の名刺だった。もしかしてあなたが清水さん？俺の顔を見上げ、表情を青くする。俺が疑問に感じていると、この間はごめんなさいと謝ってきた。俺は彼女を応接室に招き、相談を聞くことにした。落ち着きを取り戻した彼女が事の経緯を話す。彼女の求めている商品、熊の子バリーは1年ほど前に別の会社から仕入れたそうだ。彼女が受けた注文は10点だったが、発送の手配をしたところが事故で全て破損してしまったという。しかも店に在庫は残り5点しかなく、すぐ仕入れ先に追加で納入を依頼したが欠品状態だという。同じ商品や卸や小売店をくまなく探すも、どこも売り切れで手に入らない。注文したお客様はショップ立ち上げ時からのお得意様で大切なお客様だという。しかもその商品はお得意先様からどうしても欲しいと言われ、半年前から準備していたものだった。途方に暮れていた時に、売り切れていた小売店から自分たちが仕入れたのはうちの会社だったことを教えてもらい、藁にもすがる思いで訪ねてきたという。しかし先日来た時は取引実績がないことを理由に門前払いを受けたが、諦めきれずにまた押しかけてきたという。助けてほしい、彼女が絞り出すように言った。俺はその商品に覚えがあった。なぜなら俺自身が顧客に卸したことがある商品だったからだ。しかし製造元はすでに生産を終了し、現存するのは各店舗にある在庫のみとなっていた。俺は彼女に、確約はできないけど探してみるよと依頼を受けた。彼女はとても感謝し、見つかった場合は正式に契約を結ぶ約束をして帰っていった。俺はすぐさま実行に移した。卸した実績のある顧客すべてに連絡し、在庫が残っていないか確認する。卸した顧客の数が多くて苦労したが、彼女のすがるような顔が忘れられず必死になって探した。顧客の数だけは社内一と自負している。あらゆる関係各所に連絡を取る。普段からお世話になっている俺のためならと、店の在庫をすぐに確認し、協力してくれる店舗さんたち、人と人のつながりを改めて実感していた。その結果、なんとか商品5点をかき集めることができた。俺は早速山崎さんに連絡する。電話口で山崎さんは
涙声でしきりに感謝の言葉を述べていた。後日、山崎さんから連絡があり、無事にお得意様に商品を届けることができたとのこと。それからも山崎さんは、うちの会社と取引を始め、新しい顧客になってくれた。その際に彼女が改めて、踏切での行為を断ったことを謝罪してきた。商品を探すのに必死で、気が立っていたという。そんなこと気にしなくていいのに、とお人よしを発揮。そんな俺をなぜか心配そうに見ていた。その後も頻繁に商談をするようになり、俺は彼女の店をよく訪れるようになった。いらっしゃいませ。って、なんだ清水さんか。と、アルバイトの女の子に残念な顔をされた。悪かったな、客じゃなくて。ふてくされた顔で彼女をにらみつける。それで山崎さんは？店長なら奥にいますよ。ニヒルな顔で俺の質問に答える。彼女は店内を見渡し、客がいないことを確認すると、俺を奥にある事務所へ案内してくれた。事務所に入ると、山崎さんがパソコンに向かって帳簿を作っているところだった。店長、清水さん連れてきたよ。アルバイトの女の子が山崎さんに伝えると、車椅子を回転させてこちらを向いた。お疲れ様です、清水さん。ねぎらいの言葉をかけて机から離れる山崎さん。それじゃあ私はレジに戻るね。ごゆっくり。と、アルバイトの女の子が意味深なことを発してレジに戻っていった。アルバイトの変なセリフに気まずい空気が流れる。俺はそれを払拭するかのようにカバンからタブレットを取り出し商品ページを開いた。新商品の紹介を始めるとタブレットを貸してと俺から取り上げ、あ、これかわいい。次々画面をスクロールしていき欲しいものをピックアップしていく。その顔は経営者というよりただ少女のような笑顔だった。仕事で会うたびに山崎さんは俺に無理していないか、本当は嫌なのに我慢していないかと聞くようになった。俺は誰かに優しくして心配されたことが初めてで、山崎さんの方こそ優しい人だと感動する。気がつけばそんな山崎さんのことが気になるようになっていた。商談終わりの雑談タイムに彼女を食事に誘ってみた。はじめは車椅子の自分なんかを誘うなんてと遠慮気味の山崎さんだったが、そんなこと気にしないと何度も誘った。女性には優しくするだけでは自分の気持ちは伝わらない、そう思った俺は今までにないくらい猛アタックを繰り返す。数日後、ああ、全然誘いに乗ってくれないや。俺はレジにいるアルバイトの子に愚痴を言っていた。まあまあ、ミカさんもまんざらじゃない感じですよ。諦めないで、トライ、トライ。なんなら私が付き合ってあげましょうか？とアルバイトの子が冗談交じりにからかってくる。こーら、清水さんをからかわないの？事務所の方から山崎さんが現れてアルバイトの子を叱る。あ、山崎さん。俺は今にも泣き崩れそうな声を出して彼女に向く。もう、何ですか、その頼りない声は。だって、いくら誘ってもうんって言ってくれないんですもん。俺は今までとは違う角度から誘ってみた。そんな俺の推しに負けたのか、彼女はやれやれといった感じでしぶしぶ了承してくれた。俺は嬉しさのあまり店内で飛び跳ねていた。その日から俺は彼女と行くお店探しを始めた。インターネットの口コミを参考にしてメモを取る。数店舗めぼしいところを見つけては下見に行く。その間に彼女の好きな食べ物やアレルギー等があるか聞いておく。特に食べられないものはないと言っていたので、俺はイタリアンレストランを予約することにした。数日後、予約したレストランに彼女を連れて行く。何度か経験しているはずなのに、
なぜか緊張していた。彼女も普段とは違う服装でドレスアップしてとても美しかった。俺も普段のスーツよりきちんとしたのを選び清掃できた。なんだか見慣れない格好で恥ずかしいわ。照れる彼女、俺もあまり着ない格好にぎこちなさを実感していた。店に入ると受付に名前を伝え席に案内される。その間ウェイターの方が彼女をテーブルまでエスコートしてくれた。彼女は恥ずかしそうにうつむいていたが、お店の対応に満足しているようだった。飲み物は二人ともソフトドリンクを頼み、料理は予約時にコース料理を頼んでいた。フルコースを堪能しつつ会話が弾む。メインディッシュが届き、料理に舌鼓を打つ。そろそろ終盤が迫ってるのを感じ、俺は、あの、ミカさん。はい？俺の突然の呼びかけに変な声で応答する。俺と付き合ってください。お店に迷惑にならない程度のボリュームで告白をする。私こんなだよと言って車椅子を指す。車椅子だろうと関係ないです。俺がずっとあなたを支えます。俺の言葉に涙を流す彼女。嬉しいです、ありがとう。こちらこそよろしくお願いします。彼女から告白の返事をもらうと、俺は立ち上がりガッツポーズを決めていた。すると周りから盛大な拍手が送られてきた。拍手にお辞儀をしていると、当店からのささやかなプレゼントですと、お店からケーキが全テーブルに配られた。付き合い始めた俺たちは楽しくデートを重ねる。映画を見に行こうと決めると、彼女が海外のアクション映画が大好きだと知った。ヒーローが集結して悪役をやっつけるシリーズ、単体のヒーロー映画も DVD を購入して見ているほどだと熱弁する。俺はあまり通ってこなかった方なのでと言うと、シリーズ最初から貸すよと勧めてくる。俺はこれを機に見ることにした。この日はまた別のアクション映画を見ることになった。シリーズものを途中から見ても分かりにくいからだと彼女は言う。この日見た映画もとても面白くて、 DVD が販売されたら買っちゃおうかなってくらいハマってしまった。水族館にも行った。巨大パノラマの中を優雅に泳ぐ魚を見て俺が感動していると、うわあ、美味しそうとよだれを垂らすミカさん。丁寧な飼育をしているから美味しそうに見えるんだよと彼女が慌てて釈明する。以前どこかで話題になったことがあるような。そんなことを考えていると、目の前に美味しそうに見えるということは魚たちの見た目がよく健康に飼育できている証拠であり、私たち飼育員としてはとても嬉しい褒め言葉だからですと書いてあるポップを見つけた。彼女がほらーと自慢げに言っていた。その後も何度かデートをして、俺は再度ミカさんに告白をした。するとミカさんから、あなたのお人よしなところが好き、でもそれが心配だから付き合って見張っていてあげると笑いながら言った。俺は優しいだけじゃダメだと思って、自分にしては強引にミカさんに迫っていたつもりだったが、彼女からしてみればそれでも俺は優しすぎるのだという。俺は優しいだけの自分でも大丈夫なんだ、自分の本質を知ってなおミカさんはそこがいいと言ってくれたんだと嬉しくなった。ミカさんと俺は順調に交際を続けた。そして結婚を決心した俺はプロポーズの場所にある場所を選んだ。お待ちしておりました清水様。受付を済ませた俺たちをテーブル席まで案内する。その間ウェイターが彼女をエスコート。なんだか懐かしい感じね。ウェイターに車椅子を押され、懐かしさを感じている彼女の横を歩いて席に着く。
前回同様ソフトドリンクを頼みコース料理を出してもらう。メインディッシュが来る直前に俺は席を立ってお手洗いに行くと見せかけて店員からあるものを受け取った。席に戻ってメインディッシュを堪能する。ここの料理本当に美味しいね。彼女の幸せそうな顔を見てにんまりする。メインディッシュを食べ終えて最後のデザートだけとなった。その時店内の照明が消え真っ暗になった。俺は落ち着いていたが何も知らない彼女は何？何？と慌てていた。山崎、美香さん。俺は暗闇の中彼女を呼ぶ。スポットライトのように俺たちの席だけ明かりが灯り、俺は美香さんの近くに行って、俺と結婚してください。懐に忍ばせていた婚約指輪を出してプロポーズをした。しばらく沈黙が続いて、私がオッケーしなかったらどうするつもりだったのよ。その時は店の人に慰めてもらいます。俺がはにかんで答えると、美香さんは婚約指輪を受け取り自分の指にはめた。その瞬間店内は一斉に点灯し、周りのお客さんや従業員から拍手が送られてきた。俺たちは周りにお辞儀をする。で、この後ケーキのプレゼントでもあるの？と美香さんが俺に聞いてきた。そのタイミングでウェイターがケーキを運んでくる。はい、今回はこちらからお願いしました。成功の暁には前のようにケーキを出してくださいと。俺は彼女にネタバラシを始めた。レストランの予約の時に事前にプロポーズをする旨を伝え、その時間に来る客にも話は通してもらう。お店側はノリノリでその案を受け入れてくれたのだった。その後俺たちはお互いの両親に結婚の挨拶をした。母さんは大喜びで仏壇の父さんに報告していた。俺たちも仏壇に手をついて挨拶をする。彼女を見ると何やら驚いた表情を浮かべていた。その日の夜彼女に呼び出され、俺は待ち合わせ場所の公園に向かった。公園に着くとベンチの横にすでに彼女は到着していて、俺を見つけると手を振ってきた。こんなところに呼び出してごめんね。神妙な面持ちで謝る彼女を不思議そうに見つめていたら、私が車椅子になった理由話してなかったよね。実は昔交通事故に遭って。彼女の話をベンチに座って聞いた。その内容はどこかで聞いたことがあるものだった。トラックにひかれそうになったところをある男性に助けられたこと、その男性が犠牲になってしまったこと、その時に怪我をして足腰が不自由になってしまった。それって彼女の話を聞いてある人物が脳裏をよぎった。あなたのお父さんよ。俺の顔を見つめ涙を浮かべる。まさかあの人のお子さんと結婚するなんて思ってもみなかった。自分の命の恩人である亡き父と同じ姓になれることをとても喜ぶ美香さんだった。父さんのおかげで俺たち出会えたんだね。俺はぎゅっと彼女を抱きしめ唇を重ねた。それから結婚式の準備や仕事やらでてんてこまいな日々を送っていた。式場を二人で探し打ち合わせをしていると彼女の携帯に連絡があった。アルバイトの子からの電話で、どうやら SNS で熊の子バリーがバズっているという話だった。美香さんのお得意先様の子供に超有名なインフルエンサーがいるらしく、その人の影響で熊の子バリーが人気爆発中とのこと。俺の会社にもたくさんのところから注文が殺到していた。ダメ元で製造元に再生産を打診してみる。すると再生産が決定し、
それを A 社がまとめて販売することになった。熊の子バリーの大ヒットにより俺の成績は急上昇を見せた。結婚式の日程も決まり、式の招待状を会社に配っていると、お前もようやく出世だな。同期の部長代理が背中をポンと叩いて褒めてくる。ありがとうございます。俺は礼を言ってその場を後にした。他の人にも招待状を渡すたびにおめでとうと二つのことを祝われた。結婚式はお互いの親族、会社関係者を集めて盛大な披露宴となった。花嫁姿の美香さんがいつも以上に輝いて見えた。俺は彼女の隣をぎこちなく歩き、周りから失笑されていた。披露宴は会社の同僚や同期たちの宴会芸で大変盛り上がりを見せた。俺の過去や美香さんの過去など二人の出会いを描いた作品をアルバイトの子がアニメーション化して披露してくれた。会場は感動の涙であふれていた。俺も彼女も号泣してしまった。その後も披露宴は順調に進み、二次会に突入。場所はもちろんイタリアンレストラン。二人の思い出がたっぷり詰まったこのレストランを参加者に知ってもらいたかった。お店を貸し切りにしてもらい、二次会を楽しんだ。無事二次会もお開きとなり、俺たちは新婚旅行に向けてホテルに向かった。新婚旅行から戻り、会社に入ると辞令が出ていた。その辞令は熊の子バリーの大ヒットによる昇進だった。俺は部長のところに赴き、新婚旅行から戻りました、長期休暇ありがとうございました、旅行の手土産を差し出し、それと部長、お話がありまして。俺の歯切れの悪さに察した部長が会議室に俺を連れ出す。実は俺はそっと退職願いを部長に渡す。せっかく出世できたのにいいのか。出世を喜んでくれている部長には申し訳ないが、旅行から帰ったら出そうと決めていた。妻とも話して決めたことなので。旅行中、俺は美香さんの仕事を手伝うために会社を辞めることを相談していた。出世を棒に振ることも覚悟で、俺は彼女のそばにいることを選んだ。そんな俺の決意をおもんばかり、しぶしぶ了承してくれた。部長にそのことを伝えると、お前が決めたんなら尊重するしかねえなと快く退職願いを受け取ってくれた。俺は退職までの期間で引き継ぎをし、関係各所に連絡を入れた。残りの有給も消化して、その間は美香さんのお店の手伝いをした。お店は熊の子バリー効果で客が途切れることなく来店するようになり、アルバイトの子だけでは間に合わない状態になっていた。清水さんがいてくれて助かった。アルバイトの子が悲鳴を上げるほどの盛況っぷりに、インフルエンサーの効果を目の当たりにした。その後も俺は店を手伝いつつ、在庫の管理や仕入れを行っていた。会社時代の顧客ともつながりが深く、美香さんのお店は輸入と卸もするほどになり、順調に大きくなっていった。最近では店の方に新たなアルバイトを雇い、俺は輸入や卸をメインで見るようになった。それだけでは手に負えなくなってきていて、母さんにも手伝ってもらっている。そろそろ会社化しようかと美香さんが笑いながら言うのを見て、俺は幸せを感じていた。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。満員電車だぞ。車椅子なんかで乗るんじゃねえよ。聞こえるように放たれたそんな言葉。第一志望の最終面接に向かうため、緊張しながら電車に乗車していた僕は、思わず声の主を振り返った。見れば僕と同じようにリクルートスーツをまとった学生が、乗り込んできた車椅子のご老人に悪態をついていたのだ。とっさにご老人とその学生の間に体を割り込ませる。そんな僕にご老人は
優しく微笑んだ。僕の名前は川上悟、就活中の大学生だ。がむしゃらに頑張ったおかげか、明日は第一志望の最終面接を控えている。両親の仏壇の前でブツブツと履歴書の内容を声に出して読み上げていく。ふと飾ってある両親の写真が視界に入ってしまった。明日は頑張ってくるから見守っててくれよな。両親は小学校の頃事故で亡くなった。以来祖父母のもとで面倒を見てもらっている。当初は遠慮がちでよそよそしくしていた僕を、それはもう体操可愛がってくれたおかげで、半年も経つ頃には両親と過ごしていた頃と同じように生活できるようになった。高校生になったあたりから将来のことを考え始め、高齢の祖父母の負担をできるだけ軽くしてあげようと思うようになった。最初は高校の専門家に通ってすぐに就職する気でいたが、祖父母からの猛反対に遭い、結局は普通科を卒業後大学進学することとなった。亡くなった両親に代わって僕にどうしても後悔しない人生を送らせたいとコンコンと説かれ、僕もいたたまれなくなって折れてしまった。その代わりに腰の悪いおばあちゃんの代わりに家事を一手に引き受けたり、18歳になると同時に免許を取って目が悪くなったおじいちゃんの代わりに足になったりした。大学も自宅から通える地元の私立大学の国際小学科を選んだ。いわゆるエフラン大学で比較的特待生が狙いやすかったというのもある。学費が免除されて大いに助かり、学業の傍ら祖父母高校に精を出す生活は非常に充実したものだったと思う。基本は学業優先、何せ特待生だ。学費免除を維持するために成績を落とすわけにはいかない。学業をおろそかにできないためバイトは最低限、家に帰れば祖父母の手伝い。大学生らしい遊びはとんと縁がなかったが、僕としては満足のいく生活である。順風満帆に思えた大学生活も、就活を始めたことで状況は一変。本当に苦難の連続だった。やはり片田舎のエフラン次第、とにかく評判が悪い。書類選考の時点でふるい落とす企業も少なくなく、大いに苦労した。そんな中、第一志望の ABC 商社には何が何でも受かりたい一心で戦略を立てて、やっとの思いで最終面接までたどり着けたのだ。明日は絶対に面接を成功させたい。気づいたら履歴書を握りしめたまま仏壇の前で黙り込んでいた。もう一度両親の写真を目に焼き付け、逃げ込むように自室の布団の中に飛び込んだ。翌朝、予定よりずいぶん早く目が覚めてしまった。やはり気が張っているのか、いつもより睡眠時間が短いのに頭はいつもと違って朝からフル回転。面接のことで頭がいっぱいだ。そんな僕の心中を知ってか知らずか、祖父母はいつものようにまぶしいくらいの優しい笑顔で送り出してくれた。未だ慣れないリクルートスーツを着込んで玄関先で黙々と革靴を磨く姿はさぞ滑稽だったことだろう。祖父母に心配をかけられないと、から元気 100% で家を飛び出した。最寄りの駅から乗った電車は満員だった。通勤通学の時間帯なので当たり前だ。どうせなら時間帯をずらせばよかったと今さら後悔する。ぎゅうぎゅうに押し込められた車内を何気なく見回すと、人混みの間から見覚えのある顔がちらほら見えた。僕と同じリクルートスーツの集団だ。学生だと思う。どこかの面接か説明会で見たか？いやいや、今はそれどころではない。面接に備えなければ。なんとか確保したスペースで会社説明会でもらった資料を小さく広げて内容を再確認する。やはりダメだな。緊張して全く内容が頭に入ってこない。もうダメかも。だんだんと気持ちが萎えて弱気になってきた。思わず電車の天井は置いてしまう。すると目の前の人混みが割れて急にスペースが広くなった。
どうやら停車した駅で車椅子の老人が乗り込んできたようだ。こんな時間帯に車椅子で電車に乗らなければならないなんて。ちっ、おいおい、嘘だろ。思わず耳を疑った。近くの客が舌打ちしたようだった。思わず反射的に音のする方へ視線を向けると、先ほどの学生の一団だった。さらに追い打ちをかけるように声がする。車椅子で満員電車に乗るなよ。満員電車で人がどれだけ多かろうと、雑談は遠くまで届く。まさか聞こえるように言っているのか。僕は怒りを通り越して愕然としてしまった。正気かこいつら。車椅子ってさ、車輪2個と座席1つ、取っ手の幅もあるじゃん。そのスペースに他の乗客が何人乗れると思う？この時点で口を開けているやつの顔ははっきりと視認できていた。ニヤニヤ笑いながら、そのスペースの分だけ追加の金でも取れるなんてゲスな話で盛り上がっている。その時には完全に頭に血が上ってしまった僕は、乗客を強引にかき分けて学生たちと老人の間を陣取って仁王立ちをした。正面から睨みつけてやればさぞ格好が良かったんだろうが、荒事なんて全くできない僕は、妄想の中で学生たちに罵詈雑言を叩きつけながら、背中で老人を彼らの視線からかばうくらいしかできない。衝動的に行動してしまったが、中途半端な結果になってしまった。押しのけた乗客から眉を潜められ、無言でペコペコ頭を下げまくる。なんとも情けない。大きなため息をつきそうになったその時、老人が僕に声をかけてきた。君優しいね。小声だったから聞き逃しそうになったが、はっきりと聞こえた。これから面接かい？ん？唐突に聞かれて変な顔をしてしまう。確かに見るからに就活生だが、そこまで浮いていただろうか。はい、そうです。 ABC 商社かい？え？今度こそ困惑が口から漏れてしまった。なんでわかったんだ？混乱している僕をよそに、老人は小さく笑っている。そこから目的の駅に降りるまでの短い間、老人とボソボソと会話をした。 ABC 商社が第一志望であること、目指している理由、本当にたわいない世間話だ。どうも同じ駅で降りるようだ。駅で駅員が車椅子を下ろすのを手伝った後、手短に挨拶してその場を後にした。改札を出て面接会場に向けて歩き出したが、僕は面接以外のことで頭がいっぱいだった。君のように心根の綺麗な学生さんはきっとうまくいくと思います。老いぼれも陰ながら応援していますよ。駅で駅員が車椅子を下ろすのを手伝った後に言われたセリフだ。内心うなってしまう。僕の中で一つの予想が頭をちらついていた。いや、まさかそんなことは。でも、もしかしたら。どうも寝不足のあまり、都合のいい妄想に取りつかれてしまったようだ。立ち止まって短く息を吐き出すと、緊張はすっかり取れていた。電車の中のハプニングで、いろいろどうでもよくなった僕は、肩の力も抜けて、いい感じにリラックスできていた。面接会場の待ち合わせ室で、軽い説明を受ける。どうやら最終面接はグループ面接のようだ。そしていくつかのグループに分けられて、メンバーの顔を見た瞬間に思わず眉を潜めてしまった。こいつ、あの電車の中にいた学生だ。どこかで見たことがあると思ったら、試験か一次面接の時に会ったんだと思い出した。軽い自己紹介を聞いていると、名前は桜庭、なんと東大生らしい。なんとも形容しがたい嫌なモヤモヤを抱えて、顔に出さないようにするので必死になった。くそ、せっかく緊張が取れたのに、こんなやつに気を散らして面接に集中できないのが悔しい。そして表面的には和やかな空気の中、最終面接が始まった。
のだが。何でもこの場は面接というよりは入社の意思を確認するためだけに開いたとのこと。どうかリラックスして気軽に発言してくれたらいいとニコニコしながら社長が話し始めた。誰かが太い息を吐いているのが聞こえる。音の主だけじゃなく僕を含めた学生たち全員が空気が抜けて物理的にしぼんだ気さえする。はあ、よかった。そこから本当に和やかな雰囲気になり、時折雑談をしながら社長からの質問が飛んでくる。入社したらやりたいことなどを聞かれると、桜庭は意気揚々と夢を語っていた。私はグローバル人材として国内外を物流でつなげ社を大きくすることに貢献したい。そして私にはその能力もあると自負しています。そのために日本の最高峰大学と呼ばれる一つに進学したのです。堂々と発言するその様は確かに他の学生と比較しても一目置かれそうな姿である。今朝の出来事を見ていなければ素直に尊敬できたかもしれない。私も御社の物流ネットワークの拡大に関わって世界中の良い品物を国内の様々な地域や人たちに届けたいと思います。珍しい商品も個人輸入などの煩雑な手続きなしに簡単に手に入るようになればと思います。桜庭の意見に乗るような形になったのは遺憾だが、見ているビジョンは同じ。僕は自分の思うところを率直に社長へ伝えた。次の質問はさらに具体的な内容だった。国内では高齢化が進んでいて、これからもずっと増加していくでしょう。今後の高齢者に向けた販売戦略で思いつくことはありますか？なかなか踏み込んだ質問だと思う。高齢化社会が年々深刻になり、販売ターゲットも必然的に高齢者となる。学生なりの視点でどういう意見を持っているか試しているのだろうか。質問の意図を考えていると、やはり真っ先に口を開いたのは桜庭だった。私は足の不自由な方々にも安心して利用していただけるようなシステムの拡充が必要だと考えています。具体的にはオンライン注文や問い合わせに対応する専用のオンライン窓口を設けてスムーズな取引を実現することが重要だと思います。また商品の情報や使い方なども分かりやすく提供することで高齢者の方々にも安心して利用していただける環境を整えることが求められます。桜庭の意見は的を射ていると思った。社長も笑顔でしきりにうなずいている。僕もよく考えられていると思った。だから余計に残念な気持ちになった。普通に社会福祉を念頭に置いて意見を言うことができるのに、朝のように見知らぬ他人を蔑むような行為を平然と行えることが全く理解できなかった。僕の偏見がそう見せているのか、話を黙って聞いている僕たちを鼻で笑っているような桜庭の表情が少し頭にきた。これは一発かましてやらなければ腹の虫が収まらない。僕は意を決して口を開いた。オンラインの窓口を充実させるのは今後必要だとは思いますが、果たして高齢者向けの戦略と言えるでしょうか。僕の想定外の横やりに桜庭が言葉を詰まらせる。すかさず言い返そうと息を吸い込んだ桜庭より社長が口を開くのが早かった。おお、では具体的にどのあたりが高齢者向けではないでしょう。はい、桜庭さんの意見には高齢者の抱える問題で情報格差の視点が欠けていると思います。オンラインにどれだけ便利なシステムを構築しても、高齢者はパソコンはおろか、スマートフォンの利用でさえ苦労しているのが現状です。うまく利用することは難しいでしょう。僕は祖父母と生活していて、オンラインの手続きをレクチャーしたり代わりに操作することは日常茶飯事だ。もちろん彼らが怠惰で新しいことを習得することを忌避しているわけではない。視力の衰えや指先の細かい操作が難しく、また記憶力も全盛期ほどではないため頻繁に物忘れがある。これは避けようがないことだ。またそんな状態の人間が情報端末を操作するのはかなりのリスクが伴う。誤操作で高額請求が発生したり、
フィッシング詐欺の被害に遭う可能性はどうしてもつきまとう。我が家でもそういったリスク対策のため、祖父母の端末機能は最低限のシニアモデルを使い、各種サービスにも僕がロックをかけて一人では利用できないようにしてある。僕ならば祖父母にオンラインでの商品購入はできるだけ避けるようにアドバイスするだろう。自分の家庭を例に挙げて社長に説明を行ったが、しきりにうなずいて感心しているようだった。では川上くんならどうしますか？時代に逆行すると言われるかもしれませんが、電話注文の窓口を強化するというのはどうでしょうか。先ほど私の家庭での例では、祖父母の代わりに私がオンライン手続きを肩代わりすることで情報格差を緩和させましたが、これを電話窓口のオペレーターに置き換えてしまうのです。オンライン上のシステムと高齢者の間に立って情報格差を解消させれば、高齢者の安心を獲得できるのではと考えます。社長は僕の提案に真剣な表情で耳を傾けてくれた。他の学生たちも興味津々で聞いている様子だった。なるほど、非常に興味深いアイデアですね。オペレーターを通じての注文や問い合わせは確かに高齢者の方々にとっても使いやすく安心感があるでしょう。私もその点については賛同します。その後も社長、人事部長、就活生のみんなでしばらく談笑した。なんとなく桜庭から視線を向けられているような気がしたが、意図的に無視した。僕としてはすでに満足しており、もう相手をする気がさらさらなかったからだ。最後に社長は、いろんな意見があるのはいいことだ、入社後は会議でみんなにも意見を戦わせてほしいと笑顔で締めくくった。ではこれで最終面接終わります。社長から人事部長が引き継ぎ、面接は終了した。問題が起こったのはこの時だ。人事部長が一人ずつ名前を読み上げていく。順に読み上げられた中に僕の名前もあった。一体何が始まるんだ？以上の方を合格といたします。おめでとう。全員が驚愕した。だって一人だけ名前を呼ばれていない。桜庭だ。椅子を蹴倒す勢いで立ち上がった桜庭は声を上げた。私の名前が呼ばれていません。何かの間違いでしょうか。自尊心大いに傷つけられたせいか、顔を真っ赤にして大声を張り上げる。人事部長をにらみつけ、社長の名前を叫ぶ。人事部長がしぶしぶ口を開こうとした矢先、社長が雰囲気をガラリと変えてつぶやいた。桜庭くん、静かに。決して大きくない声だったが、腹の底が震えるような迫力に、桜庭はもちろん僕たち他の学生まで思わず姿勢を正してしまう。場が落ち着いたのをしっかりと確認した社長が静かに話し始めた。桜庭くん、これは間違いではなく、君は不合格とさせてもらった。当然納得できることではないと思う。だが弊社はコンプライアンスを非常に重視している。公衆の場で足の不自由な高齢者を平然と蔑むような人間を採用するわけにはいかないんだ。今朝の電車の中での話だ。心当たりがあるだろう。一体何の？電車の中で車椅子の老人に対して行った仕打ちに対してのことだよ。皆まで言わせる機会？なぜそんなことまで知っているんですか？すでに自白しているようなものなのだが、桜庭はさらに食ってかかる。さすがの僕も、面接会場に来るまでにした妄想が現実になろうとしていることを察した。社長がおもむろに立ち上がり、部屋へ招き入れた人物は僕の想像通りの人物だった。前社長の赤西さんだ。はじめまして、学生の皆さん。申し訳ないが、もう少しだけ時間をいただけないかな。車椅子の老人だ。学生のみんなも状況に全くついていけず、言われるがままにうなずいている。絶句して目を見開いている桜庭をよそに、車椅子の老人、
赤西さんが話し始めた。まずは川上くんに礼を言わせてほしい。今朝は本当に世話になった。ありがとう。実はもう社長を辞するときに退職していてね。今は気楽な隠居暮らしなんだ。ただ弊社のしきたりで新人採用の最終面接は前社長も参加することにしているんだ。そこからなぜ前社長も最終面接に参加するか丁寧に説明してくれた。 ABC 商社では世代間のつながりを重視しており、さまざまな取り組みを行っており、最終面接にすでに定年退職した役員を呼んで新入社員と顔合わせを行うのもその一環とのことだった。それにしても退職者を新入社員と引き合わせてどういうことを期待しているのだろうか。よくよく話を聞いていると僕は納得した。自分の将来像が明確にイメージできず不安を抱えた新入社員にとって、定年退職を迎えた OB というのはいわば自分の将来像そのものということだ。この会社を定年まで勤め上げた時、こういった人物になるんだという明確な規範をまず最初に示すことが重要なのだと赤西さんが情熱的に語ってくれた。ひとしきり語り終えた赤西さんは桜庭に向き直って悲しそうな顔で切り出した。従来最終面接は採用者に直接合格を伝える場として開いているが、今年は残念なことになってしまった。桜庭君、君が面接中に語っていたことは外から聞いていたよ。それだけで君が優秀であることは理解できる。しかしそこに精神が伴わないのであれば、我が社として不利益を被りかねない。もし入社後に今朝のような出来事があった場合、君自身だけでなく ABC 商社全体が厳しい状況に置かれることになるだろう。学生の行ったたった一度の過ちの代償としては厳しすぎる対応かもしれない。だが君がこれから社会人になって責任ある大人として振る舞うためには必要なことだと信じている。赤西さんから引き継いで現社長がそう最後を締めくくったのだった。やっと意識が状況に追いついたのか、桜庭は咳を切ったように意味不明なことを散々わめき散らした後、面接会場を勝手に飛び出して帰ってしまった。頑張って桜庭の言ったことを汲み取ると、わざわざ就活生と同じ電車を使って抜き打ちテストをするなんて非常識だといったところだろうか。どちらが非常識なのかは論じるまでもないだろう。なんとも変な空気になってしまった。動揺の残った学生たちに赤西さんが穏やかに語りかける。日本は高齢化がとても進んでいて、今のようなことが全国そこら中で起きている。会社としてこれから私のような高齢者と上手に付き合うためには、戦略を企業レベルから個人レベルまでしっかりと考えていく必要がある。これは避けては通れないんだよ。その後は仕切り直しとなって、現社長と赤西さん、合格した学生たちで再び意見交換と雑談で盛り上がり、予定時間を少し超えたあたりで終了となった。帰宅してすぐに祖父母に合格を伝えると、二人は大いに喜んだ。おじいちゃんは、自分の孫なら必ず合格すると信じてたぞと声を張り上げ、おばあちゃんは涙目でうんうんうなずいている。当の本人をそっちのけで舞い上がった二人は、あくせくと祝いの準備を始めてしまい、ケーキを買いに飛び出すおじいちゃんを必死に呼び止めて、ケーキ屋まで三人で行くことになったり、家中をひっくり返して、こういう時のために取っていた高いワインがなどと言いながら大掃除をしたりと、てんやわんやの大騒ぎに発展してしまった。予定より遅くなった夕食後、三人ともいい気分で残ったワインを傾けていると、唐突におじいちゃんが口を開いた。今までな、お前の将来を自由に選んでほしかったから、就職については何も口出ししなかったんだ。下手に志望理由なんかを聞いたりすると余計なアドバイスをしてしまうかもしれんと思うたからな。なんで商社にしたんだ？なんとも不器用な感じに切り出したおじいちゃんに思わず吹き出してしまう。あはは、ちょっと照れくさいんだけどさ。とどのつまり、理由は祖父母にあったせいだ。
年を重ねるごとにだんだんと行動範囲が狭くなる祖父母に何とも言えないもどかしさを感じていた。昔のアルバムを開けば年に 1,2 回は海外旅行に行っていたり、ものすごい行動力を持っていた祖父母は僕を引き取ってからというもの長期の旅行を一度も行っていないのだ。今では1年に1度近場の温泉地を日帰りで巡るのがやっとだ。年齢を考えれば誰だってそうなることは分かってはいる。だがそんな高齢者たちに少しでも海外の雰囲気を味わってもらうため、物流で世界の珍しい食品や便利グッズを手軽に試せるようになれば、昔の思い出を振り返って楽しむこともできるのではないかと考えたからだ。気恥ずかしさゆえに外していた視線を元に戻すと、祖父母は揃って感極まるという表情で固まっている。ダメだ、自分もつられて泣いてしまいそうだ。舌が回るうちに言いたいことを言ってしまわねば。今まで育ててくれてありがとう。普段言えなかった言葉をやっとのこと絞り出し、三人で号泣した。多分ワインのせいで涙腺が緩くなったんだ。ここからは完全な余談だ。入社後、同期たちの間で話題となったのは桜庭のこと。なかなか衝撃的な結末だったため、あの日同じ面接グループだった同期だけでなく、他の同期たちからも質問攻めにあった。さすがに僕も武士の情けで詳細は語らなかったが、大体時代劇のような展開があったとだけ話してごまかしていた。すると東大卒の先輩社員が教えてくれた。桜庭が ABC 商社の前社長に無礼な振る舞いをして不採用になったということは、東大卒業生たちのネットワークであっという間に有名になったようだ。まあ正直言って弁護の余地はない。言いふらしはしないが、フォローまでする必要はないだろう。東大ネットワークといえば当然大企業のお偉いさんもたくさんいる。それで多くの有名企業に桜庭の仕業がバレてしまった。二次選考とか三次選考まで進んでいた会社からも不採用にされてしまう。新たに受け直しても有名どころからはバンバン落とされてしまう。それでもプライドで中小企業には応募できない桜庭。結局どこにも就職できずに今はブラブラしているらしい。少しだけ桜庭が哀れに思えた。桜庭が本当に少年のねじ曲がったクズであったとは思えない。場の空気に飲まれて普段思いもしない行動をとってしまうということは誰にでもあると思う。もしかすればあの日集団で行動せずに一人で面接会場に向かっていれば、桜庭は優秀な学生として採用されていたかもしれない。いや、そんなことは社長も赤西さんも分かっていたと思う。多分桜庭が選択肢を間違えたとするならば、きっと面接会場を飛び出したことだろう。おそらくあの場で誠意を持って謝罪すれば採用される可能性は残っていたんではないだろうか。わざわざあの場で公開処刑のような形で断罪したことには意味があったのかもしれない。今となってはもうわからないことだ。しかし東大など有名大学のネットワークは卒業生にとって心強い時もあるけれど、時と場合によってはあだとなるケースもあるだろう。なんとも恐ろしいことだ。僕の大学にはそこまで強固なネットワークはないので、そのつながりが少し羨ましくもなった。素直に感想を口に出すと、東大卒の先輩社員は、うちの会社は社員のつながり強いからさ、うちでネットワーク広げていけば寂しくないよ。なんなら今週末合コン設定してやるか、などと笑って慰めてくれた。合コンって意味じゃないんです。まるでギャグ漫画のオチみたいなセリフに、僕も含めその場の全員が大笑いだ。なんとなく学生時代に経験したかった空気を感じることができて、内心感動してしまったのは僕だけの秘密だ。結局先輩主催で合コンが企画され、どういうわけか新入社員は強制参加となり、とんでもない規模になって、それはもう大騒ぎだった。噂を聞きつけた他の先輩まで集まって、下手な町コンより盛大なイベントとなってしまった。手よく半分スタッフみたいに働かされたが、
ちゃっかり彼氏彼女を作った同期はかなり多かった。要領のいいことだ。かくいう僕も一人の女の子といい感じになり、毎日 LINE の交換をしている。配膳や小物の手配で疲れ果て、今から口説きに行く体力もなく、会場外で座り込んでいた時に、全く同じ理由で出てきた同期の子と意気投合。以来、公私問わず連絡を取り合っている。予期せぬほどに華やかな社会人生活のスタートになったなぁと思うのであった。一方で、もちろん仕事も頑張っている。まだまだ研修期間中ではあるのだけど、特に仕事上必須となる語学などは、外語大出身の同期には全然追いつけないながらも、その分を猛勉強でなんとか埋めようと頑張っているところだ。やはり面接で語った夢を実現させるためにも、外国語は特に力を入れねばならない。なんせ僕の夢は物流で世界を縮めること。言葉にすれば何とも身の丈に合っていない夢に思えるが、祖父母のためにも何とか実現したい。新たなスタートとともに僕の日々は充実していくのであった。今日も穏やかな祖父母の家から活気ある会社へと向かう。電車の中ではいい感じになった女の子と LINE しつつ、スマホで経済新聞も読み尽くす。ふと視界につり革をつかんで幸せそうな顔している老人が目に入った。すいません、少し開けてください。自然に声に出していた。優先座席までの人混みをかき分けて道を作った後、優先座席に座っている同じスーツ姿の男性に席を譲ってもらう。空いた座席に老人を多少強引に座らせてから自分は元の位置に戻る。老人はしきりにお礼を言ってくるし、周囲の人間は珍妙なものを見る目だ。なんだかその状況がおかしくて、思わずにやつきそうになる口角を抑えるのに必死になった。最終面接での出来事を思い出したからだろう。あまりに傲慢な考えかもしれない。だが、こう思うのだ。僕のこの行動が世界を変えているのだ、と。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。